新しい伊右衛門、今こそ飲んでほしいお茶ができました。清々堂々清らかなる傑作伊右衛門。はじめまして、よろしくお願いします。はい、カメラ越しに。あ、そうですよね。あ、どうぞ。実物の存在感。いやもうカメラとか処理とか、その雰囲気作り、はい、アングルの加減でもちょっと、そうですね、加減で、気分ですか、はい、じゃあ早速よろしくお願いいたします。じゃあ、先生、改めてご紹介させていただきます。松江本木雅弘さんです。よろしくお願いします。お願いします。お茶を作ってきた、出来上がったお茶。はい、確認お願いします。じゃあ本番いきます。じゃあ行きます。ありがとうございます。はい、はい、では以上でムービーの方の映像はいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。この後のナレーションをぜひさせていただきます。一度ちょっとお席でお待ちください。はい、よろしく。ありがとうございました。ごめんね、勝手なこと言って。はい、本当に長野さんとは、初めてで、とにかくもう存在が何の違和感もなく、なぜかこう集中力がうまくマッチするというか、そういうフィーリングがありました。最初からちょっと不思議なんですけど、でもまずですね、私自身がその長野さんについては、もちろんそのテレビとか他の広告でお見かけして、お芝居ももちろん存じ上げていて、すごくこうなんか何でしょうね、私個人的な意見ですけど、小動物的な可愛らしさがあって、でこれって何だろうって思ってたら、どうしても私は長野さんがリスにしか見えなくて、でしかも白リスで、白リスなんているのかなと思って調べてみたらですね、北海道にいるんですね。そうで、まあそれはアルビノとか白変種で、まあ要するにこう色素が薄い感じの珍しいリスなんですけれども、そういうこう希少性のある、何が言いたいかっていうと、そういうこうなんとなく受け入れやすい可愛らしさがあるんだけど、
そこにさらにそういう希少性、なんか特別な永野さん独自の輝き方がある。それで実際お会いしたら、それはまず見た目としてはこのもう肌のもう形容しがたい陶器のようなもうキメが細かいじゃなくてキメがないっていうようなこの美しさからまず来ているということが分かって驚きました。でそして本当にあの私も細かいからいろいろ調べちゃったんですけど、もう実はね子役の頃からお仕事されてて、はい、芸歴が長いからすごくこうなんか雰囲気に自分をヒュッとこうチューニングするというかフィットさせるのがきっともうできていて、なのですごくこう新しい監督共演者ともすぐにこうこの集中力みたいなお芝居のその対峙する時間っていうのをきちんとそこにこう合わせられるタイプの女優さんなんだなっていうのが、まあ、むしろこう瞬時に伝わってきて、いい意味でそこに自分も緊張感がこう自然とこう組み込むことができたっていう感じがします。そんなに褒めてくださるんですかすごい、人生で多分一番褒めてもらった時間です今。嬉しい本当ですか、ありがとうございます。ねえ、北海道にいるみたいでいつか会いに行きたいと思います印象はそれこそあの伊右衛門さんの CM を小さい頃から拝見していたので、なんだかこう柔らかい中にすごく強さがあるかっこいい方だなっていう印象だったんですけど、お会いしてみても全くそこの印象は変わらず、でもすごくそのカメラが回っていない時は気さくに話しかけてくださって、ちょっとどこかで緊張しながら今日現場来たんですけど、一瞬で馴染ませてもらっていやなんか不思議なんですけど、あの実は私の現実にいる娘と年齢が全く同じなんです。しかも誕生日の月も同じで、はい、だからそういう親近感もあるんですけれども、だからもう伊右衛門が始まった、まあ一応2004年からスタートして、それを1年目と数えると20年目になるんですよね。だからもう3歳だったみたいな頃から一応やってるという、そういう距離感。お世話になります、よろしくお願いしますまあ、茶匠を演じるという、ね、ほどきちんと演じられてるわけではないんですけれども、でも、まあ、実際にもこの福寿園さんに、谷口さんっていう、茶匠の方がいらっしゃいまして、この伊右衛門のお茶を開発もされている一人でもありますし、現場にも以前、訪ねてきてくださったことがあって、もう本当にこう一つのものをずっと見据えてその世界を深く追求してまた広げていくっていう、もうそういう作業をしている人の佇まいっていうのは本当にこうなんか目線一つ手の動き一つっていうのが鋭いけどゆったりしてるみたいな、そういうこう印象のかけらをなんとなく思い出しながら、探ってたっていう感じはありますけれども、でもそして今回のこの伊右衛門の茶匠の2人っていうのの役どころの意味合いとしては伝統と革新というね、常にやはりこう新しく生まれ変わる時にそういう新鮮な息吹っていうのをやはりこう伝統パートの私もこう取り入れて、そして新しくまた変化していくっていうことの象徴として、本当に永野さんがとても芸歴が長いけれども、この初々しいすごく、でもかつ何か内側に芯のあるっていう強さを持ってるので、とてもハマってるなって思ってます。ありがとうございます初めてですね、なかなか挑戦できる、まあ、役というか何でしょうね、今日はちょっと不思議な感覚で現場にずっといたんですけど、うん、すごくいつもとはまた違った緊張感がありながらも、やっぱり長く愛されてる伊右衛門の茶匠役ということで、すごく嬉しかったですね。
いや本当にね、うん、まさに流水のようなというかね、清流のようなっていう、このデザインも革新的ですよね。今までこういうペットボトルはないです。もともと一番最初の家もあの毛をイメージして作ったっていうことだから、毎回こうボトルそのものにもすごくこだわりが、うん、メイさんはこれどんなイメージに見えますか？初めて今日見て、あのキリコグラス、ああガラスのね、はい、そういうこう、あのすごいそういう細工のある、はいはい、細工されてるものに似てるって思って、すごくこだわりを感じました。そうですね、だからこの、うん、そのね、そういう本当にガラスのこう細工されたデザイン、確かにこうなんか光の反射の仕方が変わるから、はい、この液色のすごく美しいグリーンが映えますよね、より。でだからまあ京都ということで、例えば嵐山の竹林とかそういう風にも見えますし、あとなんていうの、ほらあのこの日本庭園 の、はい、あのいわゆるこう、まあ、枯山水的な、庭にあるこの玉砂利が引いてあって、その砂利のところに絵が描いてあるじゃないですか。その砂紋のようなそういった落ち着きもありますね。すごい、はい、そう思います。もう私が内面っていう話をすると、もうどうしてもこうネガティブなね自分の性質から話さなきゃいけないっていうところがあるんですけど、それでまあこの質問に対してどうやって答えようかなって、正直答えが見つからなかったんですけど、あこれだってちょっとね今日メイさんと対峙してて思ったんですけれども、やはりもうずっとこの、まあ、ネガティブなことから入っていくっていうことをどうも、まあ、自分の弱点だと思ってるんですけれども、要するにやっぱり自分にとってはこの迷いとか後悔っていうのが次に進むための原動力なんですよ。だからどうしても必要な栄養なんですね。だからそういうふうにポジティブに捉えようと。でメイさんがとにかくただこの肌の美しさだけじゃなくて、なんかプチプチ発泡してるみたいな、なんかキラキラしてる感じってなんだろうって思って、ちょっとお話をしてたら、感じないとか考えないとか引きずらない、だからそもそもあまり怒ったりとか、そういうネガティブな感情が、はい、そうですね、あんまりないですね。湧かないらしいんですよ。でそれは親御さんもそうだったらしくて、だからそういうもう育て方も素晴らしいなと思うんですけど、だからやっぱりこうそういうポジティブオーラがあるんですね。だからそういう意味で私もあの持ってる質感は変わらないけれど、それもあのポジティブに捉えていくっていうふうに、ちょっとこうマインドをアップデートしたいなっていうふうに思いました。私のアップデートしたい内面は、そうですね、でもやっぱりこう毎日毎日同じことが起きていくわけではないので、日々起きていくいいことにもちょっと良くないことにも自分らしく前向きにあの進んでいけたらいいなとは思っているので、何事も柔軟に対応できるようにアップデートしたいと思います。すでにそうだけど、よりより柔軟にってことですね。はい、より柔軟にいきたいと思います。一見ありきたりなんですけど、本当に思うので申し上げますけど、最近は朝日がすがすがしいなと思います。なんか若い頃はもしかしたら夕日にもう少し反応してたというか、夕日のねちょっとしっとりしたその黄昏色なね、ちょっとなんか色っぽい感じっていうのが素敵だななんて思ってましたけど、今やはりなんかすごくこう生まれいずるなんかピカピカしたこうなんかそういうあの空気感のある朝日の方になんとなくこう魅力を感じるんですね。だからそのこうまあとにかくあの何があっても新しくまあ生まれ変わっていくじゃないけれど、そういうまあまさにそのこう太陽の姿勢というか、その光のあり方みたいなの、ちょっとなんかかっこつけですけどもありますけど、あとまあ年取って早く起きるようになったからっていうのもあると思うんですが、とにかく朝日ってこんなすがすがしいものだったかなっていうふうに最近思ってます。私はあのすごく晴れた日に
ジムに鍛えに行ってで一生懸命鍛えて外に出た時にうわすがすがしいって思いました使い方合ってるのかな。いや合ってます。合ってますか、うん、だからやっぱりこうなんか自分のためにね体を鍛えたりとか、はい、ちょっとこう実際にね細胞もこう少し生き返ったみたいな感じがして、はい、外に出た時よりそのこうなんか世界と空気がリフレッシュ感が、はい、あるおっしゃる通りです、ね、はいそういうことです。いやジムでは結構筋トレお手元でそうですね普段やっぱり歩いたり走ったりってすることが多分普通の人よりも少ないと思うのでジムに行って体を頑張って動かそうと思って追い込むときは追い込んでます。なんか話それますけど、はい、運転とか上手なんでしょ運転上手です、ね、運転上手な人私は憧れるんですよね。その辺やっぱりなんかちょっととろいっていうかボケてるからだから多分運転上手な人って、はい、やっぱり本当切り替えとかこうセンサーがきちんとしてるんですよ。そうなんですかね、うん、素晴らしい。ありがとうございますすいません、それましたそれました。またこれやらないくせにカッコつけなんですけどやっぱり何か、まあ、没頭したいわけですね。忙しい日々なかなかいろんなことが続かないし、うん、それでこの性格ですから何をやっても戻ってしまう、うん、から絵を描いても字を描いても消せちゃうしやり直せちゃうからダメなんですよ。だから彫刻かなとか思ってるんですよ。もう削ったら戻せないし、はいはい、だからそれは木でも石でもいいんですけど、でそしてそれくらいの根気でそのなんかわからないけど自分の形を作っていくみたいなこと、今ね意外となんか年齢が過ぎてから金継ぎを始めたとかそういう人もいるんですね。だからそういうふうにこう後戻りができない彫刻みたいなものに挑戦したらもうちょっとこうなんか精神がピシッとするかなと思ってるんですけど。すごい見てみたいです彫刻、まあ、春に始めることなのかよくわかりませんが、いや春は始めるにぴったりですもんね。そうですね。私はゴルフを始めたいです。おお、どういう理由から。もともと中学生の頃に少しゴルフを習ってた時期があったんですけど、はあ、その頃はそのゴルフの楽しさが全然わからなくて、それよりも自分自身が動く方が楽しかったんですけど、結構こう周りの友人が大人になってゴルフを始めた人が多くて、話を聞いてるとそれこそ天気のいい日に仲いい友人たちで回るとすごく楽しいって聞いたので、ちょっと仲間入りしたいなと思って、まずは打ちっぱなしから行きたいと思いますまあ一つの社交ですしね、はい、社交だし、はい、よくこうなんかゴルフに行くんだったら4時でも5時でも早起きできるっていう人たちたくさんいますよね、うん、だそれくらいの爽快感があるんでしょうね、はい、やってみたいです。グリーンに出ることのまさにすがすがしい。うわ、うん、確かにつながったでは、最近あった生活の中での、まあ、大きくても小さくても何か生活の中で変化はありましたかそうだな、うん、まあねこう全部じゃないですけど、長かったパンデミックがねなんとなくこう終わりに向かっているみたいな感じで、うん、少しこうなんか、皆さん外にも出られるようになってきたりとかねしましたけど、なので、まあ、自分もその、まあ、家にこもる時間が長かった間に庭いじりみたいなこととか、うん、ちょっと料理の方とかっていうのも少し進んだんですけど、まあちょっと嬉しいこととして、まあ3人いる子供のうちの3番目が意外とまだ小さく、まだ12歳、うん、で本当にまあこの3月でようやく13歳になるんですけど、まあでもまあ思春期の入り口っていうことでちょっとなんか難しさもあるんですけど、それと同時に結構話がよくわかるようにうん、うん、なってきてるところもあって、それこそこうなんか長男がまあ25歳でねちょっと離れてるんですけど、まあ長男が何かちょっと失敗したりしたことがあったりすると、まあ要するになんかその失敗がなければ気づけなかったことがあるでしょう的な、そういうこう失敗は成功のもととかっていう言葉を知らなくても、なんかそういうふうにこう
まあ理屈がわかるというか、うんうん、なんかそういうように少し成長してきたことが嬉しいし、そうするとなんとなく まあ生活も明るくなるというか、あ、そう、それでだからまあ興味も出てきたみたいで、料理を随分手伝うようになりました。へえ、すごい。そうそうそう、知り合いの家に行って、そこでこうなん生パスタとかレモンバターのソースみたいなのとか、もう初めから作ってっていう。すごくないですか。なんかそういうことを体験したらすごく興味も湧いたみたいで。はい、すごい、最初からレベルが高すぎて。まあ次男がそういうふうにこうなんか生活の中に入り込んできたっていう感じが楽しいですね。へえ、素敵。例えば、はい、プライドを持って続けていることとか、はい、まあ、これだけは譲れないっていうことで守っていることとか。なるほど。そういったものがありますか。でもその続けるっていうことが意外とその不規則な生活リズムのお仕事なので、続けることがこう習い事とかだと難しいので、物理的に難しいですよね、はい、うん、ってなるとやっぱりお仕事しかないな、続けてることってって思うんですよ。でこのお仕事始めたのが小学校3年生の頃からだったので、その小学生の頃はお仕事の意味を理解せずに、うん、なんだかこう進んでしまったところがあったんですけど、中学生高校生と年を重ねてお仕事って理解してからもちゃんとこう好きでいながら前を向いて進んでこれたので、お仕事はちゃんとこれからも強い気持ちを持って取り組んでいきたいなとは思ってます。素晴らしい。とりあえずね、小さい頃から始めて少しだけ、まあ、特技と言えるのは、まあ、書道みたいなことがあるんですけど、どうしてもね、なかなかこう、うん、それもハマるとこうなんかこれも違うあれも違うってなっちゃうんでね、どうしても続けられない。そうだな。時々くだらないんですけど、バビブベ言葉って知ってる？あ、知ってます。シビテベルブ、すごい。あ、例えば「ナガノメイ」だったら「ナバガバノボメベイビ」っていうのね。うで本木雅弘だと「モゴトボキビマバサワヒビロボテベユブンブンテベスブヨボ」「バカバラバコボノボババビビビブブベベコボトボババオボナバンブマダバレベカバトボキョボブユブブブデベキビタバラバイビビナバトボヒビヒビビビオボモボテベイビルブンダバケベ。わかる？わからない。全然何言ってるかわからない。本当。だから正々堂々清らかなる傑作っていうのも、セベイビセベイビセベイビドボブドボブキビオボラバカバナバルブケベッサバクブっていうんですよ。おお、はい。まあだからこのバビブベ言葉を広めていこうかな。サバンブトボリビービイビエベイビエベモボンブって言うんですね。今はなんて？サントリーイエモン。サバンブトボリビービイビエベモボンブ。これバビブベ言葉です。それすごい。でもさ、聞いたことない？なんかちょっとなんかちょっとあるギャルの中では、はいはい、バビブベ言葉がなんかちょっと再燃したっていう話を聞いたことがあって。ちょっとほぼんぶとぼうぶわばかばのぶじゃぼうたばちびとぼうはばなばしびてべみびたばかばたばんぶたばけべとぼろぼうまばばいびびわはばいびおぼしびまばいび、はい、全然わかんない。すごい、ちゃんと字幕つけてくださいね。すごい。ちょっと次お会いできるまで私も練習してきます。だから母音の後にそれと同じ音のバビブベがつけばいいんです、はい、な、あ、なーだったらば、なば、なば、そう、がーば、がば、のーぼ、ぼ、おー、そう、なばがばのぼめべいび。え、でもすっごい頭の体操ですね。うん、すごい。
練習しよう、はい、だからバビブベ言葉を広めます、はい、おー楽しみにしています。本当に面白くないんですけど、私物件探しが趣味だった時がありまして、それを知ってる友人たちが引っ越したいってなったら必ず連絡が来て、予算はいくら、うん、ここの条件は絶対に譲れない、で地区はこのぐらいが、このぐらいの地区がいい、地域がいいって送られてきて、探して送るっていう役割を今でもやってるので。すごい、はい、すごくこうなんかあれなんだ、言われた条件の中でコーディネートしていくとか探していくとか、はい、それでなんかあの子だったらこういうの好きそうだなとか、そういうの考えるの好きなんだ。はい、なんかこの子は多分白が貴重な部屋が好きだろうなとか、あでも意外と畳のお部屋が好きかなとか考えながら見るのがすごく好きで、なのでちょっとそれは広めていきたいですね。すごいです。これこのくらいのこうなんか立派なこの縁側がついて、この庭がついて、この間取りだったらおいくらぐらいですか。場所によりますね。なかなかいい値段すると思います。そうですよね。はい。